おばちゃんこれ知ってる？はい、食べるもの、シュガーバターサンドの木って聞いたことある？ない。東京の有名なお土産。あらま、東京の珍しい食べ物です。ありがとうございました。珍しい。じゃあこれちょっと開けてみますね。じゃーん。あら、こうやって袋に入ってる。まあ、ちょっと開けてみる、ね。うんうん。こういう風で、よいしょ。こうやって半分で食べれる、ね。あら。こうや中の白いのが美味しいが。そうそう。おいしい。おいしい？甘くておいしい。あ、ほんと。よかったね。助かる。助かる？うん。よかった。本当に。私の自由に行けれるとこは表だけだもん。正直な話。うん、今じゃ近所の人も亡くなって何にもおらへんもん。あの、そうだよね。うん。ああ、おいしい。わろこ、この上で。うん。中の白いのが、ちょっと、うん、あの、口の中入れとくと、うん、溶けるような感じでさ。これはね、全粒粉、ライ麦、小麦、穀物の旨味そのままの特製シリアル生地。これ芳醇な泡かなんかかな、キビかな。麦、全粒粉、ライ麦、小麦っていう麦のさ、ちょっと粗いさ、玄米じゃないけどさ、ね、うん、そういう麦が入ってる。あとね、芳醇な発酵バターを感じる独自のブレンドバターをシュガーと一緒に焼き上げました。この真ん中のもんもすごい美味しい。バターやクリームなら余計大好きで、うん、3つも揚げといたろうかな。あの人よう食べたけど、あの、食べてもみんな消化せるだか知らん、スラーっとしとるの。